国政介入最順誠被告側が差し戻し真の初公判で、韓国前大統領のパククネ被告を承認として申請した。再被告はこの日法廷で、私は決して影の実力者ではないと悔しさを訴えた。ソウル交際は30日。 再被告と前聖画大政策調整主席の安小半被告の差し戻し新の初後半を開いた。後半には再被告と安被告ともに出廷した。髪を結び合い色のジャケットの私服姿で出てきた再被告は終始、表情の変化がなかった。再被告は裁判の最後に発言の機会を得て、 私は決して影の実力者ではないと強調した。続けて、二十年以上、幼稚園を運営し平凡な生活を送りながら牧前大統領を手助けしたものとし、いかなる企業も知らなかったと誓えるととろした。また、裁判部が幼い娘と孫が傷で生きていかなければならない運命で、部分的にでも無念を晴らしてほしいとし、 国民的混乱と物議を醸したことをお詫びすると述べた。一方、次の期日は12月18日午後2時10分に開かれる。